はい、お待たせしました。さあさあ、ということでね、今回は年末スペシャルということで、とりあえずね、ブラッドボーンライブ配信56回目ですね。今回でね、もう56回目のブラボ配信ということなので、もう本当に、やっぱり今年1年ずーっとやってると、もうすごいね、回数がやばいね。さあさあ、ということでね、とりあえず今回のブラボ配信は、年越し配信ということで、ゆく年来る年、ヤーナムジョヤの鐘。メンシスみたいな。さあ、というわけでね、世間一般の方は、こうね、お寺の、除夜の鐘を聞きながらね、今年も一年お疲れ様でした、的なことを、やるんですが、我々、ヤーナム市民は、メンシスの除夜の鐘を聞きながら、こうね、年越しをすると、いう形ですね。ほら、ほら、アイドル、アイドル。もう、ちゃんと見よう。楽しそう。楽しそう。ダメだね、何が。よし。はい。もうこのままここで年越しすりゃいいんじゃねえの？もうこのままここで、ほら、ほら。ちょうどいい、ちょうどいい。あれ、取れたじゃん。取れたじゃん。あ、明けましておめでとうございます。あ、明けまして、おめでとう。明けおめ、明けおめ。すごいね。おめを明けちゃうんだからね。すごいよね。初下ネタ。初下ネタ。いやー。最悪ロードし直す。うん、っていうか、それしかないで、もう。しかもユニゾンがさ、キャラによってコマンド違うんだよ。これ初見辛いわ。今ボーカルのステータス高いから。これワンチャン双葉だね。これワンチャンユニゾンを、アンズにして、ユニゾンアンズ連打で行くっていうやり方しかないね、これ。ちょっとまさかの、アンズがセンターっていう。ちょっとアンズセンターにしていきます。まさかの。ちょっと無理やり働かせよ。これで多分初期設定が、アンズになってる。よし。ただユニゾンのコマンドわからんからな。ボーカルアンズになってる。よし。
でサビ終わったら思い出連打。オッケイエイエーイ行ったで。いやまさかのアンズが救世主。すごーい、こういうことだね。やりましたやりました。あの、強制的に、得意な、ボーカルに持ち込むっていう。次は思い出のパーフェクト狙い。うん。まあまあまあ、ちょっと練習しとくわ。ファンがめっちゃ増えたね。マイペースアピールがめっちゃ増えたぞ。やっぱシャイニングウサミン役に立たんかったね。何笑ってんねん。真面目にやるや。お、台本通りにやる、この野郎。ということで、みんな、こんなな、ナナチャンネルの、ナナ。こんなな、こんなな、ナナチャンネル。あ、おかしいな、俺、私こんなところチャンネル登録したっけ。はい、チャンネル登録した覚えはないが。あら。私のナレーション、どうだったかな、みんな、怖くなっちゃった？怖くない、可愛かった。ああ、怖かったからって、チャンネル解除しないでね。うん、コミ抜けるわ。外から見た時より真っ暗で怖いね。ま、待って、スタッフがいる。ま、待って、スタッフが約2名おりますが。あれ？的に登録者数を伸ばすためにも、きっかけとなる動画が1本欲しいの。大変だね。この廃墟探索を絶対それにしてやるんだから。頑張って。そして目指せ、チャンネル登録者数100万人。それ無理だな。それは無理だ、諦めろ。まだ1万ちょっとしかいないのに。あ、1万もあるんじゃん、すごいじゃん。えらいえらい。1万もあるんじゃん。うるさいわね。夢は大きい方がいいの。一回バズれば、あとは右肩上がりで伸びるんだから。そんなこともないね。お前それは YouTube 舐めてるよ。一回バズりゃいいと思ってるんだったら、それ YouTube 舐めてるぞ、お前。もしもし、あずさちゃん？ミオ？よかった。つながった。あ、どうしたの？ミオ、今どこ？はぐれちゃった。ごめんね。ごめんね、変な豚さん見てたらはぐれちゃった。1階の廊下だよ。ごめんね、2人から勝手に離れちゃって。うん、許して。今2階に向かってるところだよ。なんだか不気味な着ぐるみでね。ちょっとミオやめてよ。何？どうしたの、あずさちゃん。さっきから変だよ。あれ、あずさちゃんもはぐれたんじゃないの？ナナちゃんどこ行ったの？ほら。動けなくなっちゃったの。お前もはぐれたんかい。怪我しちゃった？そうじゃなくて、あの、足がすくんで。あれ、あずせちゃんかわいいね。あんな身長でかいのにね。関係ないね。身長は関係ないですね、すいません。もしかして本当に幽霊が？違うの、
じゃなくて、ナナがどんどん進んでいくから。やだ、かわいい。やだ、あずさちゃん、かわいい。その、置いてかれちゃって。あら、まあ、あとで、ナナちゃんぶん殴ってあげるからいいよ。あずさちゃん、怖がりだったんだ。はぁ、怖がりだね。電話はナナちゃんにかけた？ミオって、今、誰かと一緒にいるの？何言ってるん？誰かとってお前ら三人以外と来てやんけ。来てないやんけ。うん。私一人。じゃあ、今、一瞬明かりがついた時に、後ろにいたのは誰？え？え、みんな見えた？私何も見えんかったけど。ちょっと、あずさちゃん、やめてよ。怖がらせないでよ。後ろに誰かいた？なんか絵文字の、なんか変な被り物したやつじゃないの？なんか、ニコニコマークじゃなかった？違う？見えん？うん。インタビューしろ。あ、近い近い。あらら。あ、なんか実績解除した。なんか、ファーストエンカウントとかいう実績解除した。エンカウントしたぞ。これ、初期のモンスターです。レベル1でも戦えるモンスター的だ。これ入れないの？あれ？お。あ、すいません、死にました。なんで？あれドア入ろうとしたら死んだぞ。ファーストエンカウントからのデス早かったな。ロビーで青い樽蹴ったりコサックダンスできる神ゲー？青い樽？これ？キック。なにこれ？どうして蹴るの？ねえ。なに、ストレス発散よ、これ。ミニゲームでもしてよ。うん。なにこれ？ジュークボックス。ああ、ジュークボックスはあれ、音楽だね。で、なんで樽蹴った？ Come on, guys! Rock and Stone! ねえ、心臓止まるかと思った。なんやねん、こいつ。お前もエンジニアやんけ。そぼれちゃんも今やり始めたばっかだね。ランク1だね。また樽ある。お、ほらほら。めっちゃ飛んでくやん。全員同じだと積む可能性ある。本当に。待てない気がする。そしたらね、バーチャルミート029っていう、PS4 ID に、スプレンドを飛ばしてもらって、ちょ、うるさいうるさい、お前ら。お前らうるせえ。時給制ではない、働け。あ、歩合制なの。何これ。なんでコサックダンスし始めた。なんか投げたぞ今。あいつなんか投げたぞ。めっちゃ怒られとるし。Rock solid! Like that! Rock and stone!キャプテンスター。おい、誰だ、ゲップしたやつ汚ねえな。ゲップしたやつ誰だ。汚ねえな。何やねんこのハゲは。このハゲ何してん。
Steam. Now quit it. そしてビールジョッキを味方に投げつけるっていう。ジョッキを味方に投げつける。受けても乗り込まなければ始め、本当？あ、じゃあなんか受けとくわ。多分最初のゲップすんなって。ゲップすんな。ダウンロードしたけど遅刻。あ、全然間に合う、間に合うよ。まだ私全然、あの、ね、汚いからやめて。ね、ね、咳払いしたり、ゲップするのやめて。はぁ、はぁ、腹痛い。ねえ、ねえ、やめて。ま、マジで。マジで笑ける。あ、あ、そぼれちゃん、お帰り。あ、待って。あ、If you don't rock and stone, you ain't coming home. おもろ。おもろ、このゲーム。ああ。ねえ、ねえ、ゲームできないからやめて。はあ、お夕飯食べてる人もいるね。汚すぎる、マジで。はあ、あと次ゲップしたやつキックするからね。次ゲップしたやつマジでキックするからね。ちょっと私あのツボにはまりすぎてゲームプレイできなくなるんで。うるさい奴らだな。あそこに入ればいいの？イエーイ。イエーイ。はあ、はあ、いけるいける。うるさすぎる。やばー。やかましい。はあ、画面戻ったら、あ、そうだね、そうだね。うん、ごめんね、ごめんね。はあ、画面映ってなかった。うん、ごめんね、ごめんね。超賑やかだね。やばいね。ロビーに行って縄張りバトルピャーっとやってみ。ピャーって。うん。じゃ、ピャーっとやってくるわ。あれ？溺れた。ねえ、ねえ、溺れた。とにかく敵陣に食い込んで。色ばっかり塗って逃げるっていう。あ、やばい。バレてるやん。やば。あ、あ、あ、網、網あれ自分すり抜けちゃうんだ。あかんって。今のはひどい。完全な事故。あ、よし、三人とも同じチームだぞ。よしよしよし。よしよし。三人とも同じチームやぞ。行くで。てかもうこれ同じ人たちばっかりでやってたら手の内バレてるよね。手の内がバレてるんだけどさ。あいつら嘘だろ。あ、攻めろ、攻めろ、攻めろ。攻め時。オッケー、ナイス。ナイス。あ、無理。やめて、許して。ランク1なの。
あ、ランク3になってた、そういえば。ランク1じゃねえわ。こんなもんは許さん。あ、やばいやばい、やばい、バレてバレて。あのミサイルやべって。引き際理解してるじゃない。いや、逃げる、逃げ腰なだけ。あ、あ、勝ったんじゃない？イエーイ。イエーイ。あのさ、これ撃ってると位置バレるじゃん。で、このグレネード戦法で行こう。やられたよ。あ、しかも関西ブリちゃんにやられた。あいつ、あいついるさ。あ、あいついるさ、マジで。あ、あの野郎嘘ですよ。あ、配信見てて手の内バレてるやんけ。一回、転生してるから、寝落ちた。そんな変な名前じゃないよ。ここね、落下死するのやめよう。あの、世界で一番恥ずかしい死に方だって、あれ。多分この世で一番恥ずかしい死に方だよ、あれ。あ、ねえ、やだ。まあ、あと12秒でもう何もできへんで。隠れとこ。ねえ、あの知り方マジ恥ずかしい。ちょっと待てよ。これタイプ20ってことはタイプ10が中間じゃないか。やるのか。おっさんじゃねえかよ。よろしく。おっさん、え、どういうこと。見た目女子なのにおっさんの声してるで。楽しもうな。お。これは私に対する挑戦か。よろしく。これは私に対する挑戦ですか。ホムラのごとく。すげえ弱そう。うちのガルクはもうダメだな。うちのガルクは自分で餌取ってこれへんぞ、こいつ。あ、ガルク意外とでかいじゃん。あー、いる、あ、いる。誰かいた。突っ込みどころ満載。あらあら、気づかれてしまったが、ミノト。無念です、日の絵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。なんだこいつら。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。あ、こんばんちは、こんばんは、こんばんは。勝手に入ってきちゃダメ。嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。何も言ってねえじゃねえか。そんなことより。佐藤さがあなた様をお呼びです。何が。自宅が済んだら出発いたしましょう。つわものって、お前らの方がつわものだろ。明らかにこの二人強いだろ。ほらほら、アイルがビビってるよ。あいつやべえっつって。あいつらやべえよ。行かない方がいいんじゃねみたいな。あ、もう家の前でスタンバってる。あ、あ、さあ、参りますよ。幻覚が見えた、幻覚が。幻覚が見えたよ。あつくもちゃん、こんばんは。何？日野井さんのところに行く前に、ちょっとこっちに。絶対やだ。絶対やだ。対抗奏者どこ？我らどんどこ兄弟は、里の太鼓奏者の、セイニア。セイニアって言うんだ。セイニア。太鼓奏者、どん、どこ？どん、どこ？はぁ、あ、同じセルフ言ってる。外。外。おぉ、めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。すごいすごいすごい。
あいつ、めっちゃ走っとるで。船着き場の怒り？ハンターになったのにゃね。ハンターになったのにゃよ。荷物運びを頑張るにゃ。お前大変だな。お前荷物運びするために生まれてきたわけじゃないんだろうに。お前大変だな。白玉。きなこ。あの餅どんだけ伸びるの。いや、かわいい。ああ、うちのガルク肉が。うちのガルク肉がやばいぞ。そいつ敵、そうなの？よし、うんこ拾ったね。うんこ拾ったね。はいはいはい。またんかーい。またんかーい。無害の敵、うん。あ、うさぎさん。うさぎさん。狩猟を開始よ。でっか。狩りの基本だぞ。怖い怖い。でっか。中おいて。いて。すげえ、なんかペンキンみたいな滑り方してる。注意して。そいつボス？え？小型モンスターって書いてある。ハラスライディングかわいい。で、あのペンギンと同じハラスライディング。え？いや、追いかけてきた。お、追いかけてきよった。逃げろ。あれ、イカ？おいて。お、お前ふざけんな。めっちゃ追いかけてきたんだけど。落とし物、落とし物。え、やべ、やべ。あ？終わった、終わった。待って。ね、あの、ウサギさん邪魔だって。あのウサギやべえって。もらっていく。あのウサギ絶対やばいって。あの、ハラスメルウサギ絶対やばいって、あれ。あれどこ行った？いなくなった。はぁ、いたいた。あのハラスベルウサギマジ何だったんだ。クラス4ディメンションアラーム、せーの。まだ敵の反応はありません。一匹、一匹反応が。まだ数は少ない。あ、そろそろ増えてきたね。あ、向こう側、あの、ドア314の方から来てる。あと防衛するだけ。
あいって。オッケー、もう残りあいつだけ。オッケー、ナイス。ナイス。イエーイ。ざまみそ。よし、行きますか。どっから来てる？いやー、やべえぞあ、巨人、巨人、離れた方がいい。オッケー、ナイス。うー、怖え。あー、みんな弾薬が、やばいね。待ってね。となると、そこだね。まずこっちから来る。ゾーン33と34から来るんで。待ってね。で、吉野ちゃん、どっかに地雷仕掛けといてもらえる？ちょっと作戦を練ろう。多分、結構地雷仕掛けれるポイントいっぱいあるから。待てよ。こっちってセキュリティドアか、これ。あ、防ぎようがないね、これね。よし。待ってね。あたす弾めっちゃ少ない。だいぶ消耗してます。よし。みんな準備いいかい？準備いいかい？よし。行くね。おほのところ敵反応なし。あ、左から来てる。セキュリティドアの方から来てる。残りは？まだセキュリティスキャンやってる。やば。今バリケード殴られてたから、今度右から来る。今ね、こっちやばい。あ、破られました。あ、痛い、痛い、落下した。あ、セキュリティ、セキュリティ。バッシュ、バッシュ。あ、来てる。うわ、めっちゃ来てる。やばい。セキュリティドアの方やばい。やばいやばいやばい。ドア開いた。あとそのウェーブ、そいつら殺すだけ。
冒険ナイス。ああナイス。いや、キモ。あ、あ、戻ってきた。いや、何あいつら、キモ。クオンタムテーザー終了か。あ、あ、クロちゃん、クロちゃん、入り口まで戻って。走って、走って。ダッシュ、ダッシュ。入り口まで戻れ。ああ、助けて。押し込まらす。ああ、クリちゃん、逆、逆、逆。こっち、こっち、こっち。そう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 。いや、怖っ。待てよ、待てよ。どっちだ？あ、私逆だ。クロちゃんの方に行かないと。いやー、無理無理無理。無理無理。あれ、吉野ちゃん大丈夫？ちょっとお前、ビショップ働けってお前。ビショップ働け。オッケーオッケーオッケー。よし、勝ったな。これはもう勝ったな。これは勝っただろう。イエーイ。イエーイ、ナイス。なんかすごい、すごい弾の音が。すごい。すごいボコボコいってる。え、待って、ブースター換算 2.35。アーティファクト11個見つけたんだ。イエーイ。健康状態深刻だよ。ねえねえねえ、私とクロちゃん健康状態深刻だよ。やばいね。